佐藤みきえらワークです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。バイ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 。この音を聞きなさい。皆さん、ついに六年ぶりになんとネイルしてみました。見て。め <laughs> でこのわかるこの輝き。ネイルしちゃったー。<laughs> 地獄でー。 これなんかあのグラデーションマグネットんなんかグラデーションマグネットネイルみたいなやつをねしてもらいましたでこれも爪もね長くね長さ出ししてもらって見てこれキラキラめてこっちもキラキラお店で一番ね人気のねやつにしてもらいましたい ななんかあるあるみたいいじゃない人間の住む国でみたいな素敵なダンスそして歩くなんて言ったあ足だよ <music> ここ真剣攻めでやったところだろちゃんと予習しろキれじゃ遠くへ行けない何でしたっけ足だよ <music> 大事じゃないね、しかもね見る角度によってなんかこう違うのほらほら分かるキラキラってなってくれるの <laughs> かわいいけどすごいのーもうびっくりだよもう6年ぶりね爪マジでうちち爪短いんだよ普段もう知ってると思うけどこんな長くしたらマジで初めてなのもうちょっと待って調子乗りすぎて見てこの長さ調子乗って長くしすぎちゃってちょっと長くないかいだからもうほんとギャルになってしまったんですよまずギャー だからマジで一人で生活できないのマジでどんだけやばいかというとちょっと今ここでね皆さんこれを見ろ缶の飲み物ちょっと一回見ててマジでマジで生活できないのだからもう本当に優しい世界みたいにちょっと一回見ててもう開かないよ開かない。ミックちょっとこれ普通ないよほらどうする <laughs> マジでマジで何にもできないのマジでこれマジでこれもさちょ今一回マジで本気で開けてみるわ。 例えばはいはいはい、はい、じゃあお財布お財布ですお財布ですえ小銭出せないよ 出せないよ、こうつまめないのもう全然もう全然爪が長すぎてつまめないし。あと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 。はいはいはいえーえー、携帯ね、携帯携帯あります。文字、全然打てないよ。もうさ、爪が長すぎてもう、押す範囲がね、な、もうでかすぎて、な、もう、もちまちが、もすごいし。あの処理速度がマジで、マジでもう、百五十パーオフみたいな。もう超、全然もう、押すの超遅くなっちゃって、もう何も打てないし。しかも、しかもね、はい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 。こういう、こういう、こういうのありますよね。こういうコンビニで、こういうの。 これ開かないよ。もう何でもできないの。爪が長くなったじゃなマジで何もできなくてマジだす。マジで,マジでちょっと例えばね例えば例えばこの最近買ったこの最近買ったるこのロムアンドのなんかこうこのアイシャドウアイシャドウね。 もうマジで IQ が爆上がりしててもうどうやったらこれを処理できるかって一回考えちゃうの例えばこういうのとかもうにこれじゃもう開かないじゃんだからもう何で開けようみたいな一瞬もう考えちゃう時間ができて脳みそもフル活用の人生になっててもう頭もねも頭もねこのこのこのも頭もマジで洗えないのもうなんかこうこうなんか。 はにゃはにゃみたいな。もうなんか弱々、弱々マッサージみたいな感じで、もう全然頭も全然こうやってなんかこうシャッと洗えないし、もうどうしようと思ったしかもあの、グーができない。まずグーができないのね。見て。ここがもう長すぎて握れないの。 だから力が入らないのまずもう握力がだんだんねもう衰えてきてるのどうしよう筋肉がもうなくなってきてるのだからこれ握れないのこうやってグッってできないから力がもう食いしばれないからマジでなんか痛いこともうはい食いしばれやビンタするとか言えば前あるじゃん食いしばれとか言ってはいみたいなみたいなもうできないんだけど全然力入らない普通だったらここさってやるよさ力入るよグーできないからさ これも全然力入らないの。この爪気邪魔してね。あ、どうしようみたいな。これから先ベッドされることがあもうマジでペンタもされるとできないし、ベンドもね、されられないし、もう何でもできない。だからギャルの人たちってちっと本当にそういう戦いとかもしないんだと思って。握れないからさ、殴るとかもできないんだよ。だから本当に優しい世界で実は生きてるんだと思って本当に尊敬です。だからすべてなんか強く持ったりとかできないから、こういうのもなんか、パッみたいな。はにょみたいな感じね。わかるなんかもう全部こう、はぁみたいな。 まあみたいな今までだったらあんて感じだったじゃんもうそういうのもできないマジでやばいのどうしよう本当にさ爪がもうマジでさかわいんだよもうこれ見るたびにハみたいなまあ毎日ねこうやってねあの外とか出るじゃんそして日差しでねこうやってやってこうやってわあかわいいみたいなあとさなんか不用意に爪をねちょっと最近見してしまうんですよえっウケるあそうなんだあちょっと待ってえっ、ー、そうなんだうん えー、あ、わかるかも。え、わかるわかる。あ、そうだよね。え、それやばい。本当に爪長くてさ、さいろいろやってきてる人、本当にすごいよ。うちらにわかったら何でかね。まず、人間にはね、指が2種類あるんですよ。グーしてみてください、皆さん。こうして、 親指がもう普通にグーしただけでも親指が曲がる人と曲がらない人がいるのねうち曲がらないタイプなの親指が曲がらないタイプの親指の人がねすごい爪長くすると大変だよ今グーしてるでしょう皆さんはどっちのタイプでしょうかでもね爪が長くてもいいことがあったまずで初めてこのね爪が長くていいことありましたまず可愛い以外にね鼻,鼻をねまあちょっとこう鼻をちょっとこうまあ女の子でもさちょっと鼻をちょっとほじというかまあポジ する時あるじゃんそういう時にねここ、ま、今までだった、今までだったね。ってやってたかもしれないけど、これから、この爪のおかげで、<laughs> かわいい <music> もう一回やるよ、もう一回やるよ。<laughs> かわいい ほんとにマジで可愛くねなんかこう例えば目にとか例えばまあ目とか目ポ,ポジがさメポジがある時とかにさなんか今までだったで <laughs> やってたとしてもこれからは <laughs> かわ<ー>いマジで力入んないから本当にか弱い女子になりましたもうマジで本当に。 これからマジで近いなんか敵の襲われた時とかどうしようかめっちゃ考えちゃうだそれのための武器だよねえやめてくださいえやめろこんなにサンネイルした時でした幸せなさ気持ちになれるんだと思って本当に嬉しいですと飲ませろカルピスっ炭酸えっ、炭酸じゃないよね 炭酸じゃないよね。あ、ここまで行けばいけるか。らやっと飲める。完璧あい。<laughs> 本当にさ、爪が可愛すぎてさ。 あのごはやさんとか言ってもさ今までだったらさあ、あのペペロンチーノくださいとか言うじゃんわざとこうやってあ、このびっくりはあ、おいしいこの前台湾行ったじゃんみんなのお土産買ってきたよまあみんなじゃなくて私なんだけど台湾と言ったらお土産なんですかパイナップルケーキーはあパイナップルケーキでしょそりゃあねそりゃパイナップルこの前ほら台湾行ったじゃんみんな動画見たと思うけどさほらあー食べてる誰ですか食べたの パイナップルケーキマジでさ大好きなんだけどしかもさほらこうなんかさ分厚いんだよねパイナップルケーキこれもさまたどうやって開けたらもう夢に近い <laughs> おっギャルも無人島で生きれるかもしんないマジで頑張れば一日は何事も。 工夫次第って感じだよね人人生人生さんみんなただいまうちさ1週間ぐらいお休みをいただいておりました。で何でお休みしたかというとね 最近 YouTube 以外のお仕事とかも結構あってごめんねなんか全然 YouTube さ更新できてなかったりとかちょっと遅れちゃったりとかしてもうね毎週本当にごめんねって感じでさそれでちょっと一回お休みしようかなと思ってもう最近ちょちょびっとね忙しくてで YouTube もねちゃんと更新したいのに全然できなくて本当に皆さんごめんなちゃいって感じでもさこれでさ気負いすぎるもんも良くないじゃん頑張らなきゃみたいなだからあのこれからもマイペースに更新していきたいと思います パイナップルケーキ食べたことない人いるなんかね、ケーキっていうからさえっショートケーキみたいな感じの想像するじゃん違うんだよパイナップルケーキってなんかねなんかねクッキーとケーキの間みたいな感じの味わいなの食べるいただきますマジでパイナップルケーキ大好きな、ね 中に、なんかパイナップルのなんかわかんないけどプニプニが入ってんのおいしいパイナップルケーキマジで台湾のお土産で一番好き一番。ちょっとおじいちゃんのまねをするとうまーい本当に本当にうまーいです。 この前のファンミーティングでさ、チェキ会あったのね、で、その時にさ、ポーズ何がいいって言ったらさ、私チェーンソーマン好きなんで、コーンお願いしますって言われたね、で、コンと思ってさ、今度な、なんか、キャラクターがいいのかなと思ってさ、え、コーンって何みたいな、コーンってキャラクターいるのみたいな聞いたらさ、違います、コーンですって言われたからさ、あー、コン。ねー私にコーンやらしたら本気度より違うかも。コーンじゃーよろしく なんか漫画が完結してない漫画をね、読むのがね、ここもうもぞもぞしちゃうわけよ。えこの続き何みたいな。1年後みたいな感じになるじゃん、漫画って。だからもう続きがもうない。完結してる漫画を読むのがね、好きなの。 だから、進撃の求人とかも、完結するまでね、ずっと待ってたりとかして、どんだけ流行ってる漫画でも、もう完結するまではちょっと読み進めないで、途中で待ってるっていうね、癖があるのね。で、ついに、アジンが完結しているっていう噂を聞きつけて、<laughs> えぇみたいな。まあ、アジンもね、途中まで読んでて、もう面白すぎて、でも完結してないって言ってたからね、でも読み進めるのやめて我慢しとる。でも完結してるっていうから、もう一日で全部10何巻もう全部読んで、もう、面白いじゃんもう、 もう大好きああいう漫画、本当に大好きなんだよね。ああいうなんかこう、なんていうの、こう、ネタバレしちゃいけないからさ、ちょっと言えないんだけど、ちょっと今から今言うとすれば、ちょっと今からネタバレ聞きたくない人は、うん、してくださいね。一人漫画の中でね、超最強の、もう超強い、佐藤っていうあジが、もう、佐藤あ、え、佐藤みたいな佐藤っていうおじさんの、まあ、アおじさんって、マジで最強の、もう、もう、あの、戦闘能力すごくて、まあね、そういう人、大好き マジでもうさワクワクする「えこの人どんだけ強いんだろう?」みたいなすごいさ漫画の中でさもう危機的状況とかいっぱい出てくるじゃんそういう時でさ「えこの人だったらどんな感じで切り抜けるんだろう?」とかさえ「この人だったらどんなこと?」 としてやらかほんとにそういう最強のキャラが大好きだね。魔ジンっていう漫画には、佐藤っていうキャラがもう本当に強いっていう、ね、キャラが出てくるんだけど、ほんとに大好きでさ、もう、名字も一緒だし、常にね、ちょっとね、その人笑ってんの、こうなんか。目はね、多分開けてると思うんだけど、なんかこう、みたいな。もうさその佐藤さんの口癖みたいなのが。 うん、わかったみたいな。こんななんか、うん、わかったみたいな感じじゃないんだけど、なんか、うん、わかったみたいな。あーなんかちょっと、うーん、できない。漫画本当とに大好きっていうかね、詳しいわけじゃないんだけど、でも好きなの読むのはね、でも本当に読んじゃうと止まんなくなっちゃって、一日とかで読んじゃうわけよ、全部。だから続きがもう完結してるやつじゃないとさ、気になっちゃって気になっちゃって、続きが。ちょっとでも空き時間あったら全部その漫画に注いじゃうから、 あの生活に支障出るから、漫画は本当に、本当面白いの教えてください。完結してるやついや。進撃の巨人もどうやら完結したらしいじゃん。ね途中までしかまだ読んでないんですけど、私。早く完結、ちょっと読んじゃおうかな。え、どうしよう、読んじゃう。えどうしよう、謎が解決されるのどうなるか。えー、読んじゃおうかな、どうしよう。途中までしか読んでないんだけど。今さ、アジンという漫画がね、あ、これ言っている。 まあ、えそれはいいんだよねこれ言って別にその漫画の例えば進撃の巨人だったらさでっかい巨人が出てくるっていう話じゃん言っちゃうよここがネタバレ聞きたくない人はピーしてね不死身なのねアジンっていう人は 人間の中にアジンっていう人が紛れ込んでて、もう見た目は完全に人間なんだけど、死ぬまでその人が不死身かどうかわからないの。でもさ、例えばさ、事故とかでさ、ちょっとこう、まあ、死んじゃいそうになったりするじゃん。でも、ほんとは人間だったら死んじゃってるんだけど、実はアジンで生き返っちゃうみたいな。そういうのがあるわけよ。で、あ、こいつアジンだみたいなわかるわけよ。で、不死身なの、そのアジンはね。もうそういう話なんだけどさ。自分がアジンだったらどうするうちがアジンだったらもうマジどうしようと思って、まずユーチューバーになる。 もうアジンユーチューバー r もモもになるであのアジンってバレたらさ国とかにさ実験とかにさとらわれちゃうらしいの、ね、よ絶対とらわれないようにどうしたらいいかな <laughs> 友達とかに聞くと「え私は絶対身を隠す」とか言ってくるんだけど身を隠してもさもったいないじゃんだって不死身なんだよだから不死身だからだからやっぱりちょっとこうユーチューバーとかになって「えー、みたいな。 でも、海外とかのなんか、トークショーとかに呼ばれてさ、君は味なのかみたいな。イエスみたいな。あと、なんか、あの、あれ、あれやるかもしれない。あの、実況販売とか言って、包丁とかの見てください。この切れ味、最強です。どんなものでも切れますよースーパーとかでね、実況販売って、全然知らないからさ、でも痛みはね、感じるんだけど、手とかもね、ほら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 ,ほら 実況販売したらもうまず爆売れすると思う私が売ってる包丁は爆売れすると思う味ミケラ包丁爆人気だと思う実況販売しようかなってちょっと思ったねえー、みんなだったら何する味になったらええー、あれあれとかやるかもしれないあのバンジージャンプとかの,あの練習台というか一番最初にできたばっかりのバンジージャンプでさやっぱ一番最初に誰も飛びたくないじゃんその安全確認のためだからあ全然やりますよみたいな言ってもう全然あの スタントマンとして、一番最初のバジジャポトブ係。という、貸し出し。どうでしょうそういうなんかやったりとかしようかなと思ってる。本当にさ、漫画とか見てるとさ、例えば最強キャラが敵だったらさ、その最強キャラをどうやって倒そうかみたいなさ、なるじゃん場面に。そういう時自分だったらどうやって倒そうかだってめっちゃ考えちゃう。よくさ、みんなあんな戦闘中にさ、待って、あいつはさっきもあれを持っていたか。ということは、これは、 罠だみたいなさよくそんなことわかるよね自分が戦ってんだよ自分が戦ってる時にさ「待ってあいつさっきもあれを持っていたかな」ってあのそんなわかるわけないじゃん普通にうちだったらもう何も考えて「えいや!」みたいな言ってさ罠に飛び込んでいっちゃうよマジですごい本当に尊敬するそういう時に本当に「頑張れ!」みたいな「頑張れ倒せ!」みたいな思うけどさよく気づくなと思うよそういうのにさ まあいいよ,よくそんな考えられるよね。わかんないけどさ、もしかしたら極限状態になったら、うちでもそう思いつくのかもしれない。もしかして人って。ゴキブリとかもさ、窮地に追い込むとさ、IQ が200ぐらいになってさ、飛べるようになるじゃん。ほんもともとはね、ゴキブリ自分が飛べるって知らないらしいの。これわかんない。うちが、ね、見た情報だけど、ゴキブリって、 自分が追い込まれると今まで自分が飛べるって知らなかったのね IQ が一気に200ぐらいになってあ飛べるってなったからゴキブリさえちょっと殺そうとしてさちょっとシュートやったりするじゃん飛んできたりするじゃんそういうことなのやらしるっと現状態になると私たちも飛べる何かしら限界突破するかもしれない限界突破限界わ私の限界突破なんだろうすごい悩むな何がいいかな飛べるはめっちゃありがたいよね 夢でさ、めっちゃ飛べる夢見るんだよね。なんか、へあ、飛べたみたいな。でもすごい飛び方がさ、地味なの。わかる夢の中で見る飛び方すごい地味なのよ、ね、なんかね、こう、そう、理想のこういうわーみたいな飛び方じゃなくて、本当に現実的に、この体の重さを支えられる、なんかこう、何こう、翼って、めちゃくちゃでかくないと、この体支えられないの。だから、なんか、 すっごいそ,のそれをカバーしようとして一生懸命これぐらいの羽で「えー」ってやって飛ぶみたいなすっごい現実的な夢でやなの。え飛べるってなるんだけど全然なんか嬉しくない飛び方っていうかなんかこう「一生懸命一生懸命。 とということで、で週間ぶりの発信でした。<laughs> みんなこれからマインペースに投稿するからよろしくお願いします。ということで新しい爪でしばらく生きていきます皆さん。<laughs> それでは先端恐怖症の人さようならーチャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。